さ。はい、いいね。すげえすげえ。超えて行けばいい。見せもんやぞ。超えて行けばいい。超えて行けばいい。集中しすぎて。アホ見せる。別々だな。超えて行けばいい。超えて行けばいい。そこで膝使っちゃうと自然そうだな。他が全部ダメ。超えて行けばいい。超えて行けばいい。超えて行けばいい。多すぎだぜ。はい。鏡越しに撮るとちょっとエッチだな。盗撮してる感がすごい。やべ、俺映っちゃった。あ、ありがとうございます。すごく涼しくて。おおおおおおおなんか微妙だったような俺が気合いちゃった。どうせいや、がっそり言ったら超えて行けばいい。やばい、掃除大変だもんね。このボロボロ感を破るとどうなの？表面が溶けて吸い取るの。ここボロボロでしょ。あー。超えて行けばいい。俺も掃除するんだからさ。超えて行けばいい。何個使ってるんだっけ？2個。めちゃめちゃ金や。いいじゃん。いいね。すごい。いいね。すごい。すごいね。
あ、いい感じだよ。ザーコ。俺がビャー開いてるところから、でかもしわ超えて行けばいい。あれ、あ、違う違う、どうしちゃった超えて行けばいい怪物が現れた。監督に任せるわ。オッケー、任せてください。もうゴリゴリにかけて綺麗にしちゃって。埼玉で撮影した時にさ、カフェで撮影したら、あのお客さんいない状態だと撮れるんだけど、来たら撮れなくなるから、いやもう始まっちゃうから、なんかどうしたら判定集してみたいな。お客さん来ない時に撮るんでって言ってるから、俺テンパに、なんかテンパってるらしいんだけど、いいよいいよ、お客さん来たら出して逃げようっつって、やっちゃおうやっちゃおうってドラさん置き去りして一人です、一人です。違う違う、ヒューヒー、俺ちゃんとメールでアポ取ってる、これダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ちゃんとちゃんとやろう、大丈夫大丈夫大丈夫、逃げればいいから。ヒューヒー目座ってた。で、俺のハイライトは、辛い眠い中で坂で撮影終わって、いいご飯食べようとしたけど、すごい眠すぎて、おえってなんかぐちゃぐちゃになっちゃったことです。超えて行けばいい。
右。アポは取れてた。お前メール一つもできんのかって。それじゃなくて。チャチャ入れんなよ。今日手伝って、長々手伝ってもらった戸沢さんです。今日のハイライトは15分で終わるって聞いてた準備が30分かかる10分で終わるって聞いてた撮影が40分かかったことです。でーす、すみません。ちょっと待ってー。マジでさ、目の色とか目の大きさ、ふざけてねえって。